仮面ライダー大河東条悟を語ろう。どうもゆうちゃまです。仮面ライダー龍騎の後半に登場するライダー、仮面ライダー大河ですよ。おもちゃの扱いとかも良かったですし、出番も結構めちゃくちゃ扱い良かったんじゃないですか。うん、龍騎、ナイト、ゾルダ、王者の次ぐらいには活躍してたんじゃないかと思います。うん、そうだよね。どうなんでしょう、まあ、ライアーとかも活躍してましたけど、まあ、その次ぐらいじゃない。タイガって僕の印象としてはモンスターと戦うというよりはライダー同士の戦いが多いイメージでしたね。まあオルタナティブとかも混ざってライダーバトルがここ熱かったですよね。ファイナルベントはかなり荒々しかったですよね。地面にさ、こうガリ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 って引きずって最後爪でこう上に上げるみたいな、あのファイナルベントありかよみたいな思いましたね。ゾルダが一回あれを食らいそうで危なかった時ありましたね。北岡先生みたいな、まあ、ギリギリの部分で回避できたんですけど、うん、デストワイルダー有効活用してましたね。シザースとボルキャンサーのなんかタッグで戦うみたいな感じで、タイガとデストワイルダーが2人ずっとこう出ずっぱりで戦ってたらもっと強かったのかなっていう印象がありますね。うん、王者との戦いで一回そういうのありましたよね。なんか地下の部分でさ戦ってるのがあったと思うんですけど、なんかネタバレするので、なんかネタバレするっていうのもあれですけど、ネタバレ苦手な方はここから聞かないでくださいね。龍騎作品は本当ネタバレに気を使わないといけないですからね。うん、いきますよ。東条悟のラストってなんか東条らしい終わり方だなって思うんです。ライダーにやられる、モンスターにやられるとかではなくて、少年の命を助け自ら命を絶つっていう英雄になりたかったものの結末、ああいうことをしたからといって今までやったことが全て許されるわけじゃないんですけど、なんかね、東条の英雄像を見せられた感じでしたね。インペラーに比べると悲壮感とかはなくて、なんかこっちがなんかあっさりしてるというか、龍騎キャラのラスト悲惨なキャラが多いからタイガが普通に見えてしまうんですよ。なんか感覚バグってますよね。なんかライダーバトル以外で終わるのが登場らしいですよね。ものすごく後味は悪いんですけど、タイガは最後の最後に英雄になれたんですよね。なんかだからこう龍騎のラストのシーンでちょろっと出てきたのかなとも思うんですけど、なんかあんまりこう悲惨なキャラじゃないというか、英雄って何なんでしょうね。なんか本当にこう答えのない永遠のテーマな気がします。ゆうちゃまでした。大河好き世間には結構いそうな感じしますよね。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。